아니 보이는거야? Alright, everyone, you can go take a nap first. I'll wake you up when this is done. Oh, okay, Kim has the most exciting Fei Long. Kim is the white one. Dress for work. Dress for work. あ、動画がね、すごいちょっと止まっちゃいました。これを見てて、大丈夫よ。こんなんで。あ、俺か。あ、俺。え、でもキムがネクタイフェイロー。そう、白い方です。奥君が到着が9時半になるそうなんで。あらあら。間に合わない。じゃあ飲みだけ。飲みだけ。飲みだけ。たまにキャシには狙わないけど、みたいな。え、キムだけ。もう、ここは生きてる。ってことだよね。さあ、いいでしょ。そうですね。 ちょっとできるのかな、いい感じだったら。相方、やることやってるのはデスクトップ。もちろんですよ。おっと、これはPS3だったら、なんか上げて同じぐらいだと思うんだよね。なんか。あ、そうなんだ。なんか、あの、1フレーぐらい。やっぱPCが悪いんだな。 これと箱の方が早いんだ。箱プラス箱物が変えちゃうんですか。箱プラスPCモニターだと確かに支援がないから。キムと誰、これ誰、キムとサンタロー、サンタロマンです。 サンタローマン、スーパー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 サンタローマ
レベルアップして、さあ、ルッキーを取ってるのはキムチンベができた。さあ、ここでレッカーが刺さる。あの全然早くなんないわ。違う違う、お得意できないわ、これ。難しいな、あってなっちゃう。あ、これ2段技置いてあった。大抵うまい、繋がってる、繋がってる。All right, whoever just texted Kim, I don't think he's ever used Fae. Let alone mirror match. Michael は英語使ってほしいかも。英語組だ。あれ無視ですよ。あれ友達なんですよ。今の壊し方がすごい。今のガード強い。やばいやばいやばい。さすがペガスですね。やっぱね、ベガの勝ち強いからね。米食らってんのに No command grab 壊しちゃうこと確かにここで確かに転身は通じなかった。難しいですね、うん、難しい、早いですね。うん、大パン。ベガムイヤとかだったら実況できるかもしれない。あー、そうです。こんな風なら最初じゃないですか、遅らせるには。Alright, so Santaroman is using Fae. His main is actually Sagat. So once you lose, you get to switch to your main. I don't know if you decided this, but it's pretty good. 99.0 の時に、ああいう打ち出す気でもするのかと思ったら、そのまま終わった。何にもないよ。偉い、偉い、偉い。5パンも出さずに終わったか。偉い。WTKO みたいな。WTKO。なんか、
片方は コパンって書くんですけど、もう何にもしない片方すごかったですよ。最後もうやろうっていう気になってるでしょ。ペーシンです残り20秒ぐらいだったら削りに行こうってなったけど、どういう読み合いなのか分かんない。 That's how I learned to play when I came to Japan. めちゃくちゃ強いから今日ね、ちょっと回線が Kim would stand next to me and he'd be like, play like a whore, play like a bitch, run away, run away, run away. そうなんですよ、建物が飛んでくるんで、申し訳ないです。お部屋の関係もこんな感じですかね。9時半までとかで多分そうだと思いますね。グッドシット、グッドシット、結構止まってる感じなんですか。結構格なんですよねごめんなさいね、本当にすいません。さあ、ということで出ちゃう、これ出ちゃった。はい、カンタローマンさんのサガット、今いつでしたっけ、22万とかでしたっけ。25万。やれば食える。 Kim just broke the joystick out of frustration. 25万はすごいな。サンタロー、サガット、キムベガ。 Alright, the battle of the mains. Let's go. 大将、大将、サガットベガ。お、ソロカラーか、マゴカラーか。おぉ、マゴット、マゴットインストール。 It's from マゴカラー。インストールしたくて強いっていう。前このサガットといえばガチ君だよね。そう、ガチ君だよね。見て固めていく。積み重ねの時間か。これいつだか、なんか見たやつかな。どこかの大会で。あ、そうなの。え、知らない。どこかの予選であったね。へえ。どっちか。なんとか B リーグの時に。あ、そうなの。Bad read。いやもう。いや、なんか安藤さんが負けてた覚えがある。へえ。本当に。キム触ってうまいね。うん。So they're saying Kim is very talented in this Sagat match, which you can see right now. You can make that comeback. Oh. 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 Oh.ちょっとあーとか言っちゃうの早いね、俺。リアクションは難しい。リアクションは難しい。でもおーって言ってもどっち勝ったか分かんない。あ、確かに、確かにそうだ。でもさっきのワープがすごい熱い、熱いワープだったね。ちょっとクエート組大丈夫？クエート組。おじさん笑ってるけど。おじさん笑ってる場合ですか？ちょっと練習したいね。練習したい。確かに。あ、だって家庭用ですもんね、やるの。あなたたち飛行機乗るんだからやってくださいよ。そうだよ。飛行機怖いんだよ。Good for punishing Ultra 2. 飛行機乗っていくんだから。13時間も飛行機乗るの。Ultra 1 has mad startup pressure. 12時間とか1回ぐらいと言われてる。1回ぐらい落ちるでしょ。でも、なんかその、聞いたんだけど、なんか飛行機が墜落する確率って、宝くじ当たるより低いらしいよ。うん。それでもし墜落しちゃったら、Yeah, I think I'll ignore that comment. Kim, 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 I think he's well aware of that. Oh! What? Oh! 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 Kim, why'd you do the wrong setup? Oh! 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 Because Street Fighter is a porn. Yeah, I know, but I don't know what you're talking about, so let's not talk about that. I use Ultra 2 because it looks the best. Of course. Ah, just a matter of months. Ah. Yeah. Sasa, 大丈夫? Yeah, time to have uncomfortable commentary by myself. でも、あのクエート行ってから船ね。船。え、船だった?違うよ。え、何変な船するから。え、何そうそうそう。え、ちょっと、どういうこと浮き船だった。なぜか浮き船だけ浮き船ってずっとかかる。間違いだったんですか。公式で。公式で浮き船だった。いい思い出ですよ。そんなことがあったんだ。じゃあそれは別に浮き船っていう名前から浮き船だったんだなって。違うんですよ。じゃあその浮き船の由来言うでしょ。いやなんかちょっと可愛いじゃん、浮き船って。確かになんかおしゃれじゃん。なんかおさあ、ということで、サブキャラ同士の対決が始まっております。今でもなんか曲がってる、見てる人いるかどうか。一回あのクラブセガ、新宿のクラブセガが流行ってた時、明けでまだ僕がダルシム使った時に、あのあでコーディに変えてマスターになったばっかりぐらいの時に、
あのガルシム使いの人に今見てるかどうか分かんないですけど、あ、ガルシム使いの浮気さんですよねって言ってこなんかちょっとその人もちょっと変わったお方で、うんうん、ここで会えたのもなんかの縁です、コーヒーおごりますって言われて、本当にはい浮気さんって渡されて渡されてありがとうございますだけ言って、それわざとでしょ、わざとでしょ、ワンピースですよ、それ。そんな人いる初対面で初対面で あるある昔に決めていく、カリオが痩せたホットマン、あっさり来たキムの大ファンが出た、キムの大ファンちょっと録画しておきたいですね大会は大ファン検査とかあるのかな、モラル的にダメ、モラル的にダメなんじゃん、だけどあのスタートボタン押したら負け、あっていう話はありますね、うん、海外だとなんか攻撃もそうだったっけ、あ、そうなんだ、うん、どこ攻撃やってて、攻撃やってて、あの家庭版のゲームで、ね、あったっけ、あれカフェ、あれカフェ、それは分かんないけど、あのいろいろあの顔とか作れるやつ、うん、顔とか作れるやつ、うん、そうそれなんか負けになった人いたもん、超引き決めてもう勝ち確定のところでなんか押しちゃったみたいな、それなんか負けたね、勝ち確定だったら良かったような気がする、嘘、勝ち確定だったら良かった、そうなんだ、日本ってスタート大丈夫ですか、ダメなのかな、日本あんまないですよね、トパンガ、あ、スタート、うん、トパンガもだってオンラインだとスタート押せないじゃん、そうだね、押したらダメだから、うん、あれ、ユビケン杯はどうですか、ユビケン杯はいなかったような気がする、あ、でもいた、俺押したよ、誰か押したよね、誰か押してた、うん、誰か押してたわ、でもなんか別に負け角とか勝ち角とかはだったら良かったような気がする、あー、そっかそっかそっか、録音中良かったわけです、あー、なるほどなるほど、そっかそっかそっか、さあ、ということで今ただいま対戦しておりますのが、されんな、マイケルのホンダ対キムのベガですね、本当の負けだもんね、いや、さっきだよ、さっきは負けですよ、一本取られたことになるから、あ、そうなんだ、あ、だよね、パクパクやな、投げて、表から中抜けいく、しっかりしたプレー、ボタン借りて距離を離して、さあ、これは追う展開なのはマイケル・ホンダの方、しっかりコンボをつなげていく、おっ、中盤、さあ、しかしここでめくりが通って、張り手からもう一回張り手、なんだ、ただ、今では、相手になって、ここでは後半入らず、張り手有利はおらない若干ハリケーになっちゃった、おもしすぎて若干ハリケーになっちゃった、誘ったまでありますね、誘ったまでありますよ、キムが、さあ、キムベが1本取っていく、ゲージ予想は若干マイケル・ホンダが有利だが、ここは足暴れが早い何なのか、あれ何フレですかね、置き攻め置き攻め出すって時に一回、あ、でも EX ずつ飾りますよね、多分刺さっちゃうやつ、日本のホンダのプレイヤーマイクロスのホンダってどうなんですかね、一応秋野さんが多分全員違ったから、カタカナで起きたいや、ポイント起きるのもない、いやでもなんかタイプが全然違う、そうなんだ、あ、どうなんだ、でも青木くんはね、ガンマチ、秋元でしょ、で秋元さんは落とされてもいいから飛びみたいな飛びを見せて、なんか爪将棋をしてくるんですよ、選択肢を減らしてて、で火力で押してくるみたいなイメージ、そうなんだ、もう結構なんかそんなイメージです、ガンマチされてるなあいつも、だって使ってるけど高かったガンマチ高じゃない、攻めてきたイメージあるのよ、マイクロスの方が来るよね、あ、今青木さんの話でしょ、ちょっと攻めっ気がマイクロスの方がありそうだなって感じですかね、ブランカーで前に来てたから、本当にっていう感じらしいです、さあ試合展開の方、お互い1-1の状況、ゲージ状況もほぼ5分、しかしこの試合1-1勝ちたいのはキムベガの方、
まだマイケルはサブキャラ。さあ、続きで、キム、頑張れ。さあ、キム、頑張れと、カンタロウから声がかかっている。どうする？ここ見せて、追わなければいけないのは、さあ、マイケル、ホンダがここで一発痛いのがかかって、さあ、この張り手の削りも痛い。あ、カロトシ、カロトシじゃない。なんだかった、しっかりコパン刺していく。コパンには張り手が仕込んであるが、さあもうゲージが4本光っているので、いっちゃうんじゃないこれ、タイミング、うん、危ない、危ないぞ。さあここはしっかりキムでもコンボ3回です。ここでゲージ入る、でも慣れてるな。さあこの状況どうするか、ここで1本入って、この急スパイク、おぉ、やばいやばい、裏から、おっと、さあ、フェンスが痛いが、これは、ああ、どうしようか、残り10秒近く、さあ、またで切った。さあ、マイケルのサブキャラ、ホンダを倒し、出てくるは、マイケル・サクラ、サクラ・ベガ。確認実況できるね、ありがとうございます。ありがとうございます。パクネ。パクネパクネ。あ、ごめんなさい。パクネ。パクネパクネ。パクネ。パクネ。え、ハリパクさんの名前の由来の方が俺は気になる。あのね、それね、本当に。パクって、え、パクった方がパク。それじゃない方が何なのかって話なんだけど。盗んだ方。何もないんですけど。エッチな方。何？それダブダブ。あ、あダメ。なんか今すごいなんかこうなんていうんですか、好感度が下がる。恋愛シミュレーションになる、女の子が大きくなる。いや僕そういうの大好きなんですよ。それでもそれでも許してくれる人がいる。あ、それでも何の話や。まあまあまあ、まあ、でもね、じゃあね、わかるよ、でもわかる。じゃあね、浮き君から直接的な言葉で、みんな言わなかったから今で一言でいろいろ想像させられたよなって。いや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 、そうなんだ、浮き君今別に言っちゃっていいんじゃないかなって思う。いや別にいいと思うけどね、なんか別にあの由来はないんですよね、本当に何もない。あのよく聞かれるんだけど、パクっちゃったの？何もパクってないんですよ。ギルド名を借りたら返すの？ギルド名を借りたら返すのから、サンタロウさん借りたら返すのいるんだけど、入ってくれたんだ。さあ、ってことで、あと誰借りてる？あとね、めっちゃん。試合どうなってるか、ネプ借りパクサンタロウってなんかよくわかんないですけど、明日からタロネって呼んでもらうだろうね。タロネ、タロニーじゃん、タロニーじゃん。くだらん、やめとこうか、そろそろやめとこう、やめとこう、この流れいいか、この流れいいか。西木さんが入ればじゃあ、うちの言い方。あー、きんねやめろやめろ。じゃあマイケルさくら、マイケルさくら強いな、しかし本当にゲージもマックスだし、どうする？さあここで決勝の台に上がるのは、決勝どっちか行くか分かんないけど、シンくん応援しないと。そうだよ、クエイト勢だから。クエイト勢として応援しないと。まあ何か高いシンくんはね、結構ひどい動きだよ、ね、やばいよ。ちょっとぐだってたよね、ちょっとね。まあ、俺が言える、あれもっとひどい、もっとひどいよ。勝った相手に何か言ってるから、ね、確かに対戦して負けた相手に言ってるからな。DJ の動き良かったもん。なぜ良かったかっていうと、ちょっとやる前に、これ始まる前にちょっと練習したから。あー、なっちゃった、繋がらなかった。まだです、まだです。さあこれでこの試合が決まってしまうのか、勝てたくない最後から。強いっすよな、大会の件は前も負けてるからな。あ、そうなんだ。なんとか BD なんだ。確かに今度つないで、まあ、ちょっと下がってからの中継。でもこれは
ショーで抜けてたワンチャンあるかなと思ったさあ、チーム決勝進出チーム決勝決勝さあ、ということで決勝は我がユビケンチーム同士の戦いとなりました。身体、キム、キムは結構いけるんじゃないですか。これはいけないらしいですよね。あ、そうでもないんだ。ヘイロンが多分結構言うんです。あ、そうなんだ。昔でだっていい勝負が昔だから。あ、へえ。昔の言うんでいいじゃん。さくらちゃんプリーズ。さくらちゃん負けちゃったからな。さあ、決勝戦どちらが勝つか。自分をお互いジロジロ出すね。出していった。いきなり支援、あの距離で。え、中盤タイプ。ジュリも中盤タイプだから。あ、ジュリって結構これやっちゃうんですよね。ユンの中盤も強いんですよね、耐久力。あ、そうなんだ。固めていく。体力リードは新ユンの方。いまだに僕だって豪剣使ってるけど、上食らっちゃいますもん。上食らっちゃうよね、うんうん、なんか相手が飛んできたのに、ゴーンってやりますもん。上食らって中盤、あの中盤ボディの、あー、うん、中盤だ。あの、これですか、豪剣の。あー、これか。そう、だから飛んできた相手にドーンってやる。噛んだ人こっちが噛んだ人。うまく噛み合っても、あの、相打ち。あー、全然ダメだね。まあ、タイプ揃ってるからやっちゃう。なんか癖だな。さあ、おいしい曲になったか。ゲージはマックス。おっと、これは定食うまく合わせていた。おっと、支援を読んでいたか。ふかして、今のはウルコンミス。あ、ウルコンミス。なるほど、シンクールだな。さあ、クエト勢の意地をかけて、ここは勝っておきたいところ。暴れている。何を使っていたか、そこには何もなし。裏からコバコバ中、そしてもちろんゲージだな。ゲージがつまらないぞ。2回削り。さあ、ゲージ4本入って2回削りに行く。これが新スタイル。これが新スタイル。さあ、手前打ちだったが壊しが置いてあった。コアコア。さあ、グラ潰しの支援からレッグ繋いでいく。俺は結構やってるんだけどな。あれと違うよ、あの熱帯。熱帯とか。ああ、なるほどなるほど。バーサスだとそうですもんね。支援が違うから。ネット対戦だとちょっといい感じがありますよね。あ、人によるかな。いい感じのラメがある。まあ、ちょっとこれよりは速い人はまあ絶対長いけど。さあ、時間も押してまいりました。この間の対戦もあれですか。さあ、1チーム状況、これはしっかり見ていた。第2章で迎撃からのコンボをつないで、さあ、レッグで逃げるが、もう一度、これはよく見ている。下がって、ちなみにレッグがすごい見える。見える、あの、隣同士のなんか見える。へー、おしゃれおしゃれおしゃれ。あー、これはすごい。おー、長い。うーらー、これしめー。おしゃれおしゃれ。多分あれ個性ギリ前提のコンボだ。今狙ってやったのかな。多分狙ってやったんだ。あそこの大パンまでは、あれ狙ってやって、そっから大パンの次の切断まで狙ってやって。あ、そうなんだ。全然食ってやった。あ、やべ、逆行っちゃったとか思ってんのかなと思ったよ。間違った。やべやべ、大パンみたいな。あ、ラッキー裏に回ったよみたいな。キムベガーどうする。なんとかクエント勢としてはここで完封して池をつけたいところだが、しかし相手はあの、さっきからキチケンがガチャリにしかリアクションしない。ガチャリが好きだったんですけど。おわって。好きなんだろうね。好きなんですよ。もう、隣同士のガチャリも受け取ったんですよ。ガチャガチャガチャ出さないみたいな。あ、そう。じゃ、ガチャガチャガチャって言って投げてくるんですよ。本当に。音プレイ、音ゲー。でも海外だと強いですよね、これができた方が。
でダミーボタンとかあるんですよね、確か。制御ボタンみたいな。投げみたいな。わーとか言いながら。うわーじゃないよ。しかし危なげなく1本取っていったキングレガーチクタイク。さすがに。しっかりダブルに刺して、コンボもきっちり。あ、確かに投げが通って。さあ裏からこれは確定。固めていく。画面端を背負ってしまった。どうする？さあ、ここでコマ投げ使ってくる。一気に体力を奪って。さあ、しかしこれは前スキルかけてしまった。ジャスミン賞に逃げ。バック売れそうだけど、なんか今。ファック。 Is that good shit talk? ファックシェットファック。あっと、ここで今度を見つけてしまう。バック早いですね。これは IG。 体力リードはキムベガ側。止まったら、止まっちょっ暴れます。しっかりガードしてるが、発散はなし。体力リードはキムベガ側だが、なんとかこの4行字使ってひっくり返したいところ。侵入マウスで壊した。しっかりガード。さあどうする？上が見えんか。上でんか。しかしこの、あーやらかした。ゲージ1個入ってやらかしちゃった。いやさあ、ジュリ出てくる。これジュリ対ベガは、ベガ積んでる。あ、そうなんだ。なのかな。積んでます。積んでるように見えるんだけど。へ、結構めんどくさそうですけどね。本当に。あ、あのベガがでもめんどくさそうですよね、普通に。うん、そう。あやくシーンがサブキャラで優勝するとかあった。危なかった。企画倒れすぎ。企画倒れ。確かに。では何やればいいんだろうね。弾撃たれてるとなんか一瞬ガフを調べた。メモ見たんじゃない、これ自分メモ見たんじゃない。俺もキムみたいな髪型にしようかな。社会人じゃん。頭にマヨネーズ乗ってるみたいな。それ悪口やん。悪口じゃないよ。頭にマヨネーズって悪口でしょ。なんでだ、それ悪口だって捉える方がダメじゃん。ああ確かに、そう言われたら。パクゼン今日きついな。ね、喧嘩強いんですよ。喧嘩強いんですよ。戻る。なんかループするね。パクネー、口くらいうまいんだあれ、お前。それ、それ。俺のエッチみたいな。パクネーって響きいいね、なんかパクネー。え、でも、え。何、まだセクショーク、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 セクショーク。あれ今やばかった、今やばかった。あー、これはさすがに戻っていくでしょう。さあクエトゼネジ見せていただきたい。うまい、見えてる。ゲージを剥がして、さあこの体力リード守っていきたい。さあこういったチームワークにアップしたら、さあこれはグラッチ。あれめちゃめちゃ低くないですか、姿勢。あれきついですよね。サートロコパンもぐらいですかね、サラミコパン。本当ですか。あれしかも長い、かなり長い、ね。確かに中盤で対抗する。これはミスになってしまったが、これは金沢のミスを拾った形。インジュリー1本取り返す。Did you just say double bitch? Kim is saying he's turtling like Nishikin Blanca. He's talking shit. And his king said, fuck you. Where was he? His face said, fuck you. Well, there's a reason why he's number one. Oh, 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 oh,
ミリスタン。やばいよ。ああ、これはだ。忘れてしまった。He's trying to find a chance for a knockdown to get Feng Shui engine going. There it is. Teleport. You're gonna teleport. Oh, 26, 25 seconds. Run. Only. Kim let him win. Kim told me that. Kim, they say that Kim too strong. Kim too strong. I Kim too strong. Is Kim the number one dick? Oh no. Yes, that's true. Number one dick. ここにないんですけどね。え、オフラインなのにここにないんですか。はい、ということで、今日はもう時間がそろそろ。